じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いします。はい、クラブスカーのキラです。どうもよろしくお願いします。お願いします。ではまずキラさん、はい、入店してからどれぐらい経ちますか？入店してから、3週間くらいになります。あまだ1ヶ月経ってないんですか？そうです、1ヶ月未満になります。あーなるほど、はい、ちなみに未経験で入られましたか？はい、全くの未経験で今、働いております。あ、はい、じゃあ未経験ということはもうなぜこうホストになろうと思ったんですか？そうですね、夜の世界を知りたくてっていうのと、まあ、自分の好奇心が強かったっていうところですかね。ああ、はい、なるほどなるほど。ちなみにこうどうやって働くお店を探されたんですか？まあもう本当に最初はネットで求人募集してるとこいろいろと見たんですけども、はい、その中でも、すごく、分かりやすく、働きやすそうだなっていうイメージが、あったのでここのお店に決めました。あ、なるほど、はい。ちなみにこうインターネットで探されて？そうです、はい、インターネットで検索して。こうなぜこうホスナビを使ったかなんてのを聞いてもいいですか？そうですよね、はい、ホスナビさんが一番、分かりやすく、インターネットとかで、求人をされていたっていうところですね。ああなるほど、はい、と言いますとこう検索した時に本当に一番最初に出てきたのかなっていうぐらいの。ああ、はい、なるほどなるほど、ありがとうございますちなみに、応募は電話ですかメールですか？応募はもうすぐ電話しました。あ、電話だったんですね、はい、ちなみにこう応募してから、はい、まあ、面接受けるまで何日ぐらいかかったんですか？はい、私は、応募した初日に、面接退入をしました。あ、かなり早かったんですね。はい結構あれですか、応募した時間が早かったとかですかね？応募した時間が早かった、そうですね、応募した時間はもう本当に早くて、で、まあ、その日のうちに面接できるということだったので、あもう ありがたく、はい、面接を退入をさせていただきました。なるほどなるほど。ちなみにこう今スカさんで働いてらっしゃるわけなんですけども、はい、こうお店選びの基準ってありますか？お店選びの基準ですか、とにかくそうですね、私は未経験だったので、はい、まだグランドオープンしたてのお店で、働きたいなっていう気持ちが強くて。あーなるほど、はい、なるほど。じゃあ一緒にこうお店作りをしていきたい。そう、そうですね、はい、なるほどなるほど、はい、一から思い出が作れればと思って。それを基準にこう選んでいった結果こうスカーさんが見つかった。そうです、はい、こうなんていうんですかね、スカーさんを選んだこう決め手って何ですか？決め手ですか？決め手はそうですね、皆さん、お店のスタッフの方もすごく、面倒見が良くて優しくて、はい、とても働きやすい場所だったので、そこに決めました。あ、なるほど、はい、それはあれですかね、面接を行った時にそう思った？そうですね、面接の印象もそうでしたし、はい、面接の後の退入で、まあ、1日働かせていただいた時に、はい、まあ、そういう印象を持ちました。すごく働きやすいなっていう。あ、はい、なるほど。ちなみになんですけど、はい、他にもこう他のお店っていうのは受けてみたりですか？もう一切行ってないですね。あ、もうこの1店舗のみで。あ、そうだったんですか、はい、もう1店舗目でこう1店舗目で、はい、いい印象もうここだみたいな、あ、運命的な出会い、運命的な、はい、感じだったんですね。なるほどなるほど。ちなみになんですけど、まあ、今入店されて3週間、はい、3週間、はい、ほどだったんですけども、どうですか、いろいろ辛いこととかってありますか？そうですね、辛いことは、辛いことよりも、まあ、仕事をしていく上で、お客さんに、感謝されたりとか、はい、喜んでもらえた時の方がでかいですね。なるほど、はい、なので辛いってことは本当に感じたこともないですね。なるほどなるほど、なんかすごく立派な社会人のような感じですね。なんかそうですね、以前も本当社会人でしたので。あ、そうだったんですね、はい、そうです、もうですね、ありがとう、転職して。あ、転職だったんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあ、最後に、はい、ホスナビ求人を今未経験の方がご覧になってるんですけど、こちら、まあ、応募迷っている応募者の方にちょっと一歩踏み出す勇気を与えるコメントをいただきたいんですが、ぜひ勇気を出して、一緒に働きましょう、きっと本当に楽しいお店なので、もうみんなで、楽しくワイワイ、
毎日騒いで、面白くなりますありがとうございます。これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。